中国外務省、ブリンケン氏の祝意、強烈に不満、台湾への干渉に反発。13日に投開票された台湾総統選で、民進党の頼清徳氏が当選したことに、米国のブリンケン国務長官が祝意を表したことをめぐり、中国外務省は14日、強烈に不満で断固として反対するとする報道官談話を発表した。米国に厳正な申し入れをしたとしている。談話は、米国の行動が一つの中国の原則や中米の合意への重大な違反だとして、米側が台湾とは非公式な関係しか結ばないとする政治的な承諾に背いていると批判した。その上で、台湾問題は中国の核心利益の中の核心であり、米国にとっても超えてはならないレッドラインだとする主張を繰り返し、米国に台湾への干渉をやめるよう求めた。ブリンケン氏は13日の声明で、頼氏と共通の利益と価値を促進し、非公式の関係を前進させるために協力することを楽しみにしていると述べていた。日本など各国が出している選挙結果への祝意に対して、中国は現地の大使館が反発のメッセージを出しているが、外務省本省が非難したのは米国だけとなっている。様々な軍事行動、台湾情勢緊迫化、日本の安保に直結、頼政権誕生で偶発衝突の波及に備え、台湾の総統選で中国からの独立志向が強い民主進歩党の頼清徳氏が当選したことにより、中国が台湾統一に向けて軍事的圧力を強める可能性がある。台湾情勢の緊迫化は日本の安全保障にも影響を及ぼす。日本政府は沖縄を含む南西地域の防衛力強化を急ぐ。自民党の小野寺五典元防衛相は14日のフジテレビ番組で、対中強硬派の頼氏が当選したことによって軍事演習を含め様々な軍事的行動を取ることが考えられると中国の出方に警戒感を示した。中国は2022年8月、ペロシ米下院議長の訪台に反発し、台湾周辺で大規模な軍事演習を実施。発射した弾道ミサイル計9発のうち5発が日本の排他的経済水域 EEZ 内に着弾した。台湾有事が日本の安全保障に直結することを裏付けた。22年末に閣議決定した安全保障3文書では、27年度までに必要な防衛力を完成させることを目指し、5年間で43兆円の関連経費を盛り込んだ。中国の習近平国家主席が中国共産党総書記としての任期を27年に迎えるため、任期延長を実現するための実績として、台湾を武力統一する可能性を念頭に置いた。独立志向が強い頼氏の当選は、こうした懸念をさらに強める。中国が統一に向けて大規模な武力侵攻に踏み切るかは見通せないが、頼政権の誕生により、政治的、軍事的緊張が高まれば、偶発的な衝突が有事に発展する懸念がある。政府、自民内では、こうした事態を見据えた言動が目立つ。自民の麻生太郎副総裁は10日、訪問先の米ワシントンで記者団に、台湾有事について、日本の存立危機事態だと、日本政府が判断する可能性が極めて大きいと述べ、日本が集団的自衛権を行使する可能性に言及した。日本政府は有事に備え、国産の長射程ミサイルや、米国製巡航ミサイル、トマホークの前倒し配備を決めるなど、反撃能力、敵基地攻撃能力の構築を急ぐ。中国は日本の攻撃能力を、台湾の武力統一を阻止するための大きな圧力、防衛省関係者と受け止めている。台湾に接近する南西地域の防衛力強化も進める。
沖縄では16年以降、与那国島、宮古島、石垣島に順次駐屯地を開設し、陸上自衛隊拠点の空白を埋めてきた。23年度に沖縄本島の勝連分屯地、24年度に大分県の湯布院駐屯地に地対艦誘導弾部隊を配置するほか、26年度には沖縄駐屯の第15旅団を師団に格上げし、体制強化を図る。防衛力強化の一方で、中国に軍事的行使を思いとどまらせるため、防衛当局間の交換による対話も求められる。木原稔防衛相は、中台の軍事バランスについて、中国側に有利な方向に急速に傾斜する形で変化していると危機感を示した上で、中国の動向を注視し、対応に万全を期すと話す。中国と台湾の関係は、平易安定化。指揮者が指摘する米国の3つの心配。台湾総統選を受けて中国はどう動くのか。台北滞在者の松田康弘東大教授に見通しを聞いた。台湾と中国は今、政権間の対話だけでなく、水面下のコミュニケーションもない。かつては、例えば政権の意を受けた学者同士の接触があった。様々な実務対応のために必要なことだ。当選した頼清徳氏との間では何らかの連絡を復活させるはずだ。まずは5月の総統就任演説で頼氏がどんなメッセージを発するのかが中国側の関心事項だ。ただ表向きは別だ。習近平政権は台湾に圧力をかけ続ける。頼氏に対して中国側は強い調子で個人攻撃をしてきた。中台首脳会談の実現は考えにくい。関係は低位安定だろう。今年は米国の大統領選もある。次の政権の対中政策を見極めるまで、中国は経済の立て直しに注力するのではないか。米国には台湾をめぐる3つの心配がある。1、台湾が中国を挑発する。2、台湾が中国に近寄ってパワーバランスが崩れる。3、北東アジアが不安定化して経済に影響が出るというものだ。蔡英文政権の8年は全てを抑え込んだと評価できる。この間に米国など主要国は対中関係を見直し、デスキリングを模索してきた。台湾の立場に各国が追いついてきたとも言える。頼氏当選も無党派支持広がらず、二大政党の不満、下肢受け皿に、台湾総統選の投票分析。13日の台湾の総統選で当選した与党、民主進歩党の頼清徳氏の得票数は558万票余りで、4年前に蔡英文総統が再選された時の817万票より約260万票少ない。前回総統選で蔡氏を支持した若者や無党派層の票が、今回躍進した第三勢力、台湾民衆党の柯文哲氏に流れた結果と言える。総統選と同日に行われた立法院選では、民進党が獲得した比例代表の得票数は498万票で、前回の481万票より、約17万票を上積みした。この4年で民進党の支持者自体は増えたと言える。にもかかわらず、総統選で頼氏の得票が伸びなかったのは、民進党支持層を固めただけで、無党派層への支持が広がなかったためだ。住宅や物価の高騰に対する若者、主婦らの不満が背景にある。一方、最大野党、中国国民党の江有義氏の得票数は467万票で、前回の国民党候補と比べて約85万票を減らした。投開票日の直前、同党の馬英九前総裁がドイツメディアの取材に、習近平氏は信用できる。中国との統一は受け入れられるといった趣旨の発言をした。このため、国民党が政権を握れば、中国に統一されてしまうとの不安が広がり、民進党政権への批判票の一部が
歌詞に流れたと分析する声もある。台湾の政治は長らく民進党と国民党の二大政党が対決する構図が続いた。今回はどちらの党にも不満を持つ有権者が新しい選択肢の歌詞に票を集中させた形だ。選挙前の各種世論調査によると、20代の若者の間で歌詞の支持率は5割を超える。世代交代が進む中、4年後の総統選に歌詞が出馬すれば、支持をさらに広げる可能性がある。選挙なんてやる前から結果がわかっているのがロシアの選挙。台湾の選挙は高速鉄道に乗って、海外から飛行機に乗って投票する本物の選挙です。中国は選挙自体がなく、国民は国家に統治されている。台湾の選挙は人類のお手本であり、宝です。独裁者に潰されたら人類の進歩だし、人類の大損失です。中国の若者も理解できるでしょう。結果がどうであれ、台湾の選挙は素晴らしい。